皆さん、こんにちは。本日は2012年のセンター試験 1A の、えー、第2問、二次関数の問題についてやっていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい。A、B を定数としたときに二次関数について考えるという問題ですが、えー、こちらの頂点の座標ということですが、えー、もうこちらですね。まあ、頂点の座標って出てきたら、まあ、しっかりと平方完成してあげれば OK かなというふうに思います。で、平方完成してあげることによって、頂点の座標。はい。こんな感じで求めることができます。 で、はい、以下、えー、この頂点が、えー、直線、はい、y イコール、マイナス 4x-1 上にあるっていうふうに言っていますので、まあ実際にここに代入してあげるといいですよね。x に a プラスに、y にこの部分を。はい、っていうふうに代入してあげて整理すると b の値は、はい、マイナス a 字上、マイナス 8a マイナス13というふうにすることができます。はい。このまま次の問題行きましょう。はい、次。はい、グラフ g が x 軸と異なる2点で交わるとき。 ということですが、はい、この時、ね、頂点が今こういう風にすることができます。B をこういう風に置き換えることができますのでね、計算してあげる。で、えー、この二次関数、はい、まず二次関数の向き大事になります。今回はマイナスがついてるから上に一つの形。はい。で、X 軸と異なる2点で交わるためにはどうすればいいかと言いますと、はい、このマイナス 4A マイナス9、はい、頂点の Y 座標が0よりも大きければ、ね、えー、異なる2点で交わりますね。 なので、これを整理してあげて、a 小なりマイナス4分の9。こういうふうにすることができます。はい。また、g が x 軸の、はい、正、負、両方で交わるためにはどうすればいいかというと、x イコール0。はい、この時の値がプラスあって、あればいい。すなわち、はい、b の値が0よりも大きくなればいい。ということはわかりますので、はい、ここの部分、これが0よりも大きい。 ということで計算してあげると、まあ回の格子使ってあげると、a がマイナス4プラスマイナスルート3っていうことなので、マイナス4マイナスルート3とマイナス4プラスルート3、ここで挟むことができます。はい。じゃ次2番です。はい。2番の問題ですが、はい。0から4における最小値がマイナス22となるのはどういうときかというふうに言いますと、はい。えー x0 と最初となるときに、はい、a プラス2。はい、これが2よりも大きいという条件と、a が0よりも大きいという条件。これが必要になります。なので、はい、実際に、えー、まあ、マイナス22イコール。まあ、こういうふうに計算してあげて、はい、こういうふうになると、はい、a の値は1とマイナス9というふうに出てきますが、はい、この条件を満たすものは何かっていうふうに言うと、はい、a イコール1。この条件になります。はい、で、また、 はい、X が4。これで最小となるとき、えー。そのときにどうなるかっていうと、はい、A は0よりもちっちゃい。で、えー、これも同じように計算していくと、はい、A の値はマイナス3というふうにすることができます。なので、これマイナス3、えー、または A は1というふうにすることができます。で、それぞれのときの、えー、最大を求めると、はい、A イコール1のときの最大、えー、マイナス13。A がマイナス3のときに、はい、グラフを実際に求めてあげると、頂点分かりますので、 はい、頂点は3カンマ13というふうにすることができます。えー、なので、はい、これ、まあ、x 軸方向、y 軸方向、どんだけ移動させたかっていうふうに言うと、はい、x 軸方向に4移動させて、y 軸方向にマイナス16移動させたものということができます。まあ、ここからここへの移動ですので、3ス1で4、マイナス13、マイナス3でマイナス16っていうふうに考えるといいでしょう。 はい、えー。今回こんな感じの問題になりましたが、2、えーまあ、次関数ですね。まずは平方関数は絶対に押さえておくことで。他にこういうね、頂点の動きっていうやつもらわれやすいものかなというふうに思いますので、えー、ぜひここら辺のパターンっていうのもしっかりと押さえておくといいかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。